キティちゃんの尿検査の顕微鏡検査所見で、今真ん中にこれね、細胞がいくつも死んだ細胞が5分ぐらい固まってますね。まあこれ出ていいですよ。ただこれが出過ぎちゃダメ。そうするとそうないですよね。他はで、あと赤血球、白血球は出てません。それからあとなんだっけな、血小成分、あこれちょっと細胞、尿、うん、細胞かな、細胞だね。これはなんだ、これもちょっとわかんない、微妙ですね。そうはっきりしたものじゃないですね。まあ細胞出るけど、たまにそうめちゃくちゃ多いわけではないですね。でちょっと今400倍なんで、でまあ、あと赤血球、白血球は出てなくて、血小成分も出てないですね。が細菌、バクテリアもこの倍率で見るけど出てません、正常です。それから倍率ちょっと下げます、100倍、100倍に下げると、うん、倍率見てないじゃん。今の100倍でこれは何だって言ったやつがこれですね。これが細胞成分、まあ、まあ細胞成分は出てるけど、まあ、正常範囲ですね。20試合に1個ぐらいだから、うん、だから顕微鏡の時はそれは悪いとね、はい、